重視。重視は近代初期に存在したマスケット銃で武装した不評、フランスにおいては騎兵も兼ねる。ヨーロッパの近代的な軍隊では特に重要な役割を果たした。スペインの軍隊でテルシをしばしば外国ではスペインの四角形とも称されるはパイクを持った3000を上限とする不評と重視により構成されていた。近距離での能力を持つ パイク兵と遠距離から射撃可能な重誌により、この時代にはほぼ無敵の強さを発揮した。実際のところ、これは機能において緩やかなファランクスとして現れたが、より柔軟で通列であった。テルシオにおいて騎乗する重誌は、初期のヒナワ銃の時代から発展し、1525年のパビアの戦いでフランスを打ち破り、王を捕虜にしたことで、高い評価を受けている。 ロシアのこの絵兵、ストレリツィ、ソゲーキ兵、シュカー、しばしばマスケット銃兵マスケティア、と訳されるが、正確にヒナワ銃兵、ハーキベシアとも、が16から18世紀の初期まで銃で武装していた。これが、ストレリツィ軍隊として知られている。ストレリツィが最初に編成されたのはイヴァン四世の地政下で、1545年から1550年に、 組織され、ひなわ銃で武装していた。1552年に火山の包囲戦で最初の実戦を経験している。この期間の兵役は後に受け継がれることになった。モスクワの政府は慢性的な財政難であったため、しばしば給与を支払うことができていなかった。そのため、1550年代には1年で4ルーブルの支払いを受けるかたわら、 収入を補うために工作するか、小取引をすることが許されていた。17世紀後半において、モスクワのストレリツィは、権力闘争に参加し始める。反体制派を支持し、外国の革新派に対して敵意を示すこともあった。1689年に、ソフィア・アレクセイエブナが失脚した後、ピョートル一世の治世では、段階的にストレリツィの軍が制約され、 政治的影響力が弱くなった。この措置にもかかわらず、ピョートル一世がヨーロッパの大使館にいる間、ストレリツィは反乱を起こし、その結果として1689年に正式に廃止された。しかし、ナルバの戦いでの敗戦を受け、政府はストレリツィの解散を中止した。徐々に中央のストレリツィは常備軍に組み入れられ、 同時に地方にいたストレリチの解体も進められた。ストレリチの解散は1720年代に終了したが、いくつかの地方の都市においては18世紀後半まで、ストレリチが残存していた。サーリのこの衛兵だったストレリチは、皇居警備隊などにとって変わられたのである。護衛獣士隊は、燃焼者で構成されたフランス王室に使える、軍隊の部門であった。 その始まりは、アンリ4世が編成した、軽機兵、ライトキャバルリーに対し、1622年、ルイ13世が、マスケット銃を装備させた時のことである。銃士は、不評として、徒歩で、また、隆機兵として、馬に乗って戦った。燃焼者による、銃士隊は、この衛兵でありながら、銃士隊は、王家の人々と近しい関係にはなかった。 伝統的に護衛の義務は護衛隊か、スイス傭兵のものであった。重死隊は、年少者の集まりであることから、下級貴族、また、名門貴族でも、長男たちがより上級の部隊に入隊している場合、そこの次男以下が、よく入隊していたためである。やがて重死隊は荒々しい者、闘志を持つ者にとって、唯一社会的地位やキャリアを得るための手段として、 他の隆起兵より有利であるとの評価がされるようになった。士気が高く、意欲的な態度から王の行為を受けることになり、宮廷とパリで長期的な人気を得るようになった。結成からしばらく経ち、リシュリュー数奇卿は自分用の護衛隊を創設した。国王の自意識を刺激しないように、リシュリューは国王の護衛隊に似た名称をつけなかった。だが、これは、 双方の重死体の間で競争の始まりとなった。リシュリュの死後、1642年、リシュリュの重死体は次の数奇教であるマザランに引き継がれた。1661年、マザランが死ぬと、数奇教の重死体は、国王の重死体と共に、ルイ14世のものとなった。その結果、二つの重死体として、再結成されることになった。国王の重死体は、 第一重死体となり、彼らの乗る馬の色から灰色重死体、ムッソカテアグリとして呼ばれることとなった。一方で、数気鏡の重死体だった部隊は、第二重死体、あるいは黒い馬に乗っていたことから、黒色重死体、ムッソカテアノワールとして知られるようになった。重死体は、アンシャンデチームの軍勢において、最も有名な部隊であった。この有名さは、 下級階層にとって必要な入り口だった。年配の護衛隊は実質的に一部の浮遊な貴族、あるいはフランスの大部分を占めたあまり裕福でない貴族のみが入隊できるものであり、重視隊への入隊が王室の騎兵部隊に参加し国王の目を引く唯一の方法であった。1776年には財政上の理由により、ルイ16世により、 重死隊は解体されている。1789年には再び編成されるが、またすぐに解散された。その後、フランス復興を正規の1814年7月6日に再編されるものの、1816年1月1日、決定的に解散された。その数十年後の1844年、重死隊とリシュリュー護衛隊を登場させた小説、 三十四が、ルシェークルにおいて連載が開始された。この物語の著者、アレクサンドル・デュマペールは、クール・ティールド・サンドラスの執筆した、ダルタニアン氏の回想録を土台にして、物語を作成している。大英帝国の象徴とも言える、レッドコートは、英国軍の主要な部隊であり、世界最大の帝国の作成に尽力した。当初は、 イギリス兵の身が赤いコートを着ていたのだが、イギリス東インド会社により採用され、インドにおいてセポイにも与えられた。上着の縁飾りについては連帯ごとに様々な色が採用された。英国兵は歴史上最も完全に訓練された獣視であり、植民地時代において実弾で訓練を受ける唯一の軍隊であった。このレッドコートは点七五口径のマスケット銃を 装備していたのだが、訓練された英国兵は1分に4度の発砲を可能としていた。ちなみに、平均的なフランスの徴収兵は1分に2度の発砲しかできなかった。英国兵が密集し、このように素早く発砲することで、数において勝る敵軍の撃破が可能となったのである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。